こんにちは、カメラ純です。ゆいです、はい、今日はですね、オークヒルズカントリークラブに来ております。ラウンド終わったんですけど、その後にゆいちゃんのレッスンを撮りたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回の動画はパターンをやりたいと思います。はい、どんな内容でしょうか。パターン、今日はラウンドの当日朝、どういう練習するか、はい、練習すればいいのか、はい、をやりたいと思います。はい、お願いします。確かに朝でもみんなね、パター練習、そうなんかこう闇雲に打つよりかは、ちゃんと決まったことをやった方がね、確かにいいと思います。うん、まずはカップから5歩の距離、5歩、自分の5歩の距離、うん、どれぐらいの速さなのか、自分の5歩の距離感とその日のゴルフ場のグリーンの距離がどれぐらいあるのか、これだとちょっと大きい、うんうんうん、今ので5歩ぐらいの距離で、それをちょっとこう何回かやって5歩の距離感を覚えてもらう。はい、わかりました。何回かやって、だいたい5歩が今日これぐらいだなと思ったら、次8歩。8歩、まあ、これぐらい。うんうん、あれでもここも5歩と一緒のことする。だいたい8歩だったら5歩でちょっと進んで。おお。で、これと全く同じことを10歩でも5、8、10やって、できるだけここからここまで打ったら5歩だな、8歩だなっていうのを自分の中で覚えておいて、ラウンドに出てちゃんとカップから毎回自分のボールまで測ってパターンする。だいたい5歩はこれぐらいだし、8歩はこれぐらいだし、10歩はこれぐらいだし、自分の中の感覚を信じて打つ。あとはまあ傾斜、上りだとか下りだとか。これ1回その5歩だったら何球ずつぐらい打った方がいいとかありますか？あ、私だったら2往復ぐらいはするかな。2往復というと3球ぐらい持って2往復。今ここで5歩で、うん、まあ、1回打つじゃん、うん、1回打って1回戻ってきて5歩でもう1回打つ。うん、で大体自分の中で感覚があったらそれで OK、 別に1回でも2回でも3回でも、ただなんかこう5歩の距離で1回目がこんな感じで2回目がこんな感じだったらもう距離感全く合ってない、うん、これだとちょっと怖い。うんうん、怖いね。じゃあもう1回やり直すのね。そうそうそう、ね、パターはこう出した分だけ、あ、引いた分だけ出す、引いた分だけ、ちょっと正面から撮りますね、感じで打ってほしいから、うん、それの幅、自分の中で5歩の幅と8歩の幅と10歩の幅を大体決めておくと、うん、パターの時こう迷いなく打てるからすごいいい。足幅だと5歩だなとかね、バックスイングこれぐらい、5歩だったらこれぐらいだけど、足歩だったらこれぐらいとか、うんうんうん、っていうふうに決めて、うん、距離感大体合ってきたら、それで OK。入りませんでした。なるほど。まあ、あとはその、まあ、傾斜、右に曲がったり、左に曲がったりの傾斜は、うん、またまあ、もうそれは練習だと分かんないから、うんうんうん、こうずれて引いて、パターは、ね、あまり迷わず打った方がいい、まあ、距離感が合えばね。そうそうそう、縦距離さえ合えばいいと思う。そうだね。お風呂で騒いでるのかしら、ね、はい、男子風呂からすごい笑い声響いている、
じゃあ、いい先生、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんもラウンド前、パター練習ね。8歩、10歩の距離を自分の中でこう決めて練習してみてください。はい、やってみてください。はい、ということで、皆さんこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。